東京でずっと暮らしていたんですけれども、ちょっと体を壊しまして、結構仕事頑張ってたので、両親のいるこっちの方で休養しようかなと思って来てみて、それですごく住みやすかったので、移住を決めました。地図上では遠く見えるかもしれないんですけれども、なんとなく都会に行ける範囲かなっていう感じで、今も最初は行ったり来たりするだけで疲れてしまったんですけれども、もう慣れて、はい、通いやすいなと思って。体調は食べ物とかで結構ぐんぐん良くなっていて、地元の野菜とかがすごく美味しいので、それで今まではコンビニとか作られたものを食べていたりとかしたんですけれども、自炊をするようになったりと、規則正しい生活になって、結構朝方になりましたね。今までは夜中に帰って、それでテレビ見ながら寝ちゃったりとかっていうのが多かったんですけれども、最近は朝起きて、ご飯食べて主人を送り出して、それで犬の散歩して軽くストレッチしたりとかっていうので、だいぶ生活が変わりましたね。犬も飼ったり猫も飼ったりとか、すごく自分の好きなことをできる環境にいて、趣味もガラス工房に毎月通っていたりするので、都会ではできないことだったりしますね。景色も全部いいんですけれども、一番良かったのは主人と出会ったことです。結婚とかは意識せずに町子に行ってみたんですけれども、そこで主人がいまして、東京だったり都会にいい点はすごくたくさんあるんですけれども、それにない豊かさっていうのがあって、疲れを癒してくれる場所だと思います。思い切るっていうのは、その都会での生活とはだいぶ違うので、そこら辺をいかに自分にとっていいか悪いかっていうのを考えた方がいいかなと思います。